岡山県の南東部に位置する岡山市。この町をより美しく住みよい町にするには市民がみんなで話し合い進めていくのが理想です。しかし市民全員が集まり話し合うことは現実的には不可能です。そこで有権者が選挙で選んだ市長には市政の実行を、議員で構成する市議会には市政の方針や施策の決定にあたっての審議、市政の監視を委ねています。この番組は岡山市としての意思決定をしている定例会などの内容を分かりやすく紹介することで岡山市議会を身近に感じてもらう番組です。東条舞子です。小野桃香です。まずは11月定例会の話題です。その議論の中身をハイライトで振り返りましょう。名付けて岡山市議会ハイライト。11月定例会では物価高騰に対応するため重点支援給付金や省エネ機器の更新支援、学校給食費の負担軽減など総額108億8900万円の補正予算などが可決されました。地域計画策定のため武部、吉備、高松、一宮地域の農家3166戸に対し地域農業の将来に関するアンケートというのを現在実施しております。実行力ある地域計画とするための課題についてお示しをください。小型無人機ドローンの活用についてでございます。本市消防局にお聞きしたところ、令和元年6月より3台のドローンが導入されているとのことです。そこでお尋ねします。消防局でドローンを導入してどのような効果があったか教えてください。開発許可制度の見直しを図る、50個練炭制度を廃止する方向に舵を切っていこうとされております。周辺地域の人口を増やすため、また耕作放棄地が増えないように対策として何をすべきとお考えでしょうか。障害者にとって情報の取得や利用には多くの苦労があります。先日他の自治体で検討されている耳で聞くハザードマップのお話を聞きました。視覚障害者にとって情報の取得ができるハザードマップなど防災に関する情報発信の拡充が必要ではないでしょうか。通称盛土規制法が施行されました。危険な盛土を包括的に規制をし、国民の生命身体を守る隙間のない改正となっています。区域指定に向けた基礎調査、その予算計上、区域の工事までのスケジュールをお示しをください。幼児の待機児童は実質ゼロと解消されてまいりましたが、今度は放課後児童クラブの待機児童が課題になっております。令和7年度待機児童ゼロを目指すなら、市が今示している施策以外にさまざまな手段を講じる必要があると思います。具体的な施策をお示しください。空き家対策特別措置法が改正されました。特定空き家に至る前の管理不全空き家という状態でも所有者に措置を求める指導や勧告が可能になりました。岡山市の空き家の数や状況はどう変化していますか。管理不全空き家の指定はどうなりますか。こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。迎えてくれたのは田口博史議長と森田拓司副議長。11月定例会について伺いました。最終日に追加の補正予算が上程され可決されました。その経緯について教えてください。はい、やはりコロナ禍、そしてウクライナの侵攻、また急激な円安なんかでやっぱりかなり一般企業の人もまた家庭も大変だと思いますね。でその中でさまざまないろんな施策をしたんですけど、まあそうした中でもなかなか、まだ実感が湧いてない、まだそういうふうな気持ち届いてないというような声もありまして、やっぱり国の方がですね、デフレ、完全脱却のための総合対策の一環である重点支援地方交付金というものを組みました。その後はどのような対応を取られたんでしょうか。はい、交付金を受けてなんとか経済や生活の再建を手助けしたいというようなことで各会派議員がそれぞれ質問をしました。
で、その何とか交付金を使って、施策ができないかということで、質問をしまして、当局の方もなかなか、はっきりした答弁が出なかったのも事実です。そうしたことを受けて、今回、4会派が連名で、市長に緊急要望というような形で、その交付金を使ってぜひ早急に実現してほしいと。それを受けて当局の方が今回7億300万の補正予算を最終日に上程をしたということです。で、その内容は何かというと、給食費などの、一般家庭の方の、子育てを支援するというようなことで、給食費の光熱費をまずは対策をどうするかということと、それから経済対策として省エネの機器を、いわゆる補助金を出すという、この2点、そしてもう1点含めて3点ぐらいを補助金を出して、なんとかこの12月中に成立させたいというようなことで、今回その補正予算が上程をされて、それが可決をしたと。これは本当に意義深いことで、早急に国の交付金が出たものを即座に、いわゆる予算を成立をさせて可決をして、そして、施策ができるということは、これは今までの議会の中でも大変有意義なことではなかったかなというふうに思います。物価高騰の影響を受けられている方多いと思いますので、はい、そういった方にとっては本当にありがたい支援ですよね。そうですね。やはりこうした議会がいかに市民にとって素早く適切に対応できるかといった、その本当に素晴らしい出来事だったないかなというふうに思います。11月定例会で副議長が注目されたテーマは何でしょうか。はい、一つは新アリーナの整備についてです。岡山シーガルス、トライフープ岡山、岡山リベツといったアリーナを会場とするプロスポーツチームが盛り上がっています。その一方で、プロアマ問わず会場の確保に慢性的に苦慮している現状があります。このため岡山市は経済界やプロスポーツチームからの要望を受け、プロスポーツ支援を大きな目的として新アリーナ計画の素案を発表しました。それを受けて議会では必要性の是非を含めて活発な議論が交わされました。どのような議論があったんでしょうか。はい、官民連携の枠組みや経済界の資金面での協力についての質問があり、民間のノウハウを活用する方法の検討や、財源として寄付や企業版ふるさと納税も考えられるといった答弁がありました。また不要不急の大型事業ではとの質問に対しては、経済界やプロスポーツチームの署名活動も始まっており、市としてもアリーナの必要性を丁寧に説明していくという答弁がありました。副議長はどのようにお考えですか。はい、プロスポーツには市民の一体感や地元への誇り、愛着を作り出す役割のほか、市民のスポーツ参加を促す効果があります。プロスポーツ支援や新アリーナ整備が市や経済界ばかりでなく、より広い層から支持されるためには、議論や検討を一層深めていくことが必要であり、議会としてはそれをしっかりと見定めていく必要があると考えています。岡山市、さまざまなスポーツチームありますから、新アリーナの整備、市民の理解を得ていい方向に進んでいくといいですね。はい、郷土の歴史を未来に生かそうという動きもあるそうですね。はい、岡山城がリニューアルオープンをしてちょうど1周年を迎えて、過去最高の入場者数というんですから、それが出たという、記録したということなんですけど、その中で、戦国浮田家を検証する会というのが、発足しました。そして戦国時代の重要な人物像である浮田家にスポットを当てて、いわゆる大河ドラマを誘致をしようというようなことの動きが議会でも議論になりました。そうした浮田家の、根拠地としているそうしたお城跡を整備したりとか、また市民団体との取り組みをどうタイアップしていくのかというようなことが、幅広い、いろんな議論が今回出たということであります。はい、皆さんの期待をひしひしと感じられているんじゃないでしょうか。
はい、そうしたことも考えて、実を言いますと、本会議最終日を控えた12月13日に岡山市長とから瀬戸内の市長と、そして、岡山商工会議所会と、そして岡山市議会で代表として私が、大河ドラマの誘致を要望に行きました。大変、意義深い、要望活動ができたなということで、本当に、満足しています。その要望を活動を通して、またこうした検証、起きた、毛を、検証する会、そうしたものを受けて、それぞれ市民一人一人がやっぱり歴史を感じて、接して、そうしたものをしっかり今後の活性化に、岡山の活性化につなげていきたいなというふうに思っています。岡山の歴史をうまく生かすことができれば、地域がより一層盛り上がっていきそうですね。そうですね、やはりそうした歴史をしっかりみんなで盛り上げて、そしてそれを郷土の誇りとしてまた活性化につなげたい、そんな思いであります。これも皆さん、市民一人一人皆さんがいかに意識を高めていただけるかということで、議会も一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。副議長が注目されたもう一つのテーマは何でしょうか。はい、地域公共交通の将来像についてです。周辺地域の過疎化や高齢化が進む中、生活の足の確保は大きな課題です。現在岡山市では三津武部のコミュニティバス、足森の生活バスが運行され、また2016年導入のデマンド型乗り合いタクシーは現在市内8カ所で運行しています。いずれも今後必要性が増すと考えています。議会ではどのような議論があったのでしょうか。そうですね、地元負担額の見直しや便数の増便のほか、今後導入する場合の枠組みや手続きについての質問がありました。財源なども絡む難しい問題ですが、地元にとっては切実な課題です。市内のバス路線再編についても質問があったそうですね。はい、地方公共交通計画素案により、路線の再編や小型車両の導入、運賃の見直し、利便性の向上と業務の効率化など3つの方針が新たに示されました。すべての事業者が同意すれば実施計画を作成でき、国の交付金を活用した支援も可能になるので、今後さらに調整を続け2月議会で予算を示したいという答弁がありました。議員からも議論に光が差し込んだようだとの声があり、次の進展を期待しています。市民にとって公共交通というのは生活の足として欠かせないものですので、今後も活発な議論期待しています。はい、ありがとうございます。議案や請願、陳情などは最終的には本会議で決定されますが、市政の範囲は広いので、効率的・専門的に審査・調査するために設置されるのが委員会です。岡山市議会の委員会はご覧の通り、5つの常任委員会と6つの特別委員会、そして議会の運営を円滑に行うための議会運営委員会があります。議案などについてより詳しい審査が行われている常任委員会、その役割、そして今交わされている議論を探訪してきます。まずご紹介するのは市民産業委員会。政府副委員長と7人の委員から構成され、文化やスポーツ、経済や観光など市民に身近な分野を所管しています。委員会は去年9月にグランドオープンした岡山芸術創造劇場晴れの輪に関しても議論を重ねてきました。ね、表町は発展するように願ってますけど、マルシェですかね、ああいうの土日になんかされてるみたいですけどね、ああいうのももっともっと増やしてほしいですね。もっとこう興味のあるものが周りにもちょっとできてもいいんじゃないかなと思って、はい、あれができてもあんまり人通りは増えないなというのが僕の個人的な印象。町では晴れの輪についてさまざまな声が聞かれたんですが、私は文化芸術に触れる機会が増えることを期待しています。はい、ありがとうございます。昨年9月にグランドオープンしました岡山芸術創造劇場晴れの輪は、大劇場をはじめ中小の劇場を備えており、
演劇、ダンス、伝統芸能、オペラ、またミュージカルやバレエなどの幅広い公演に対応でき、より大掛かりで楽しい舞台演出が可能となりました。さらに稽古場として使える練習室や大道具、小道具、衣装の制作工房もあり、クリエイティブな文化芸術活動を支える設備が充実しております。劇場内には情報コーナーや展示ギャラリーを設けるなど、来館した誰もが気軽に利用できるオープンロビーを作り、表現や活動の場としてだけでなく、文化芸術を通して人の交流と出会いが生まれ、町のにぎわいを作り出す場を目指しております。この施設ではさまざまな舞台や劇を見ることができるんですね。委員会ではどのような議論があったのでしょうか。はい、小劇場や展示ギャラリーなどはまだまだ市民の皆様がどう使えばよいのか想像しにくいと思いますので、さまざまな使い方が分かるようなプログラムを見せていくという取り組みをしてはどうかという意見がございました。今後について委員長はどのような戦略が必要だとお考えでしょうか。はい、現在今年度末までの週末の使用がすでにほぼ埋まっているなど好調な状況です。今後もさまざまな開館事業が予定されていますので、市民の皆様への周知、また浸透していくような事業展開に注目しております。また委員会の議論でもありましたが、プロの方だけでなく市民の皆様が身近に感じられて利用しやすくなるような取り組みも必要ですが、それ以外にも市外、県外の皆様にも晴れの輪を PR していくという広報戦略が重要だと思っております。市民にとって親しみやすい施設になるといいですね。はい、よろしくお願いします。続いて担当するのは都市環境委員会です。環境、都市整備、上下水道などを所管する都市環境委員会は、政府副委員長と7人の委員から構成されています。議論されているテーマの一つが、岡山市で今年3月から始まるプラスチック資源の分別回収です。町の声を聞きました。環境保全のためには分けた方がいいかなって思います。慣れたら多分習慣になるんじゃないかなと思うので、環境のためになったりするのであれば、そういうふうな取り組みは一ついいのかなというふうに思います。プラスチックを資源として分別回収するそうですが、どのような効果があるのでしょうか。はい、プラスチックをゴミとして焼却するのではなく、資源としてリサイクルすることにより温室効果ガスの排出削減に取り組むものです。プラスチックは可燃ごみの中でも容積比約 60% を占める報告がございます。市民の皆様にはプラ資源の分別回収へご協力いただきたいと思います。ここで分別の仕方を確認しておきましょう。対象となるのは食品用の白色トレーや卵パックなどのプラスチック製容器包装と、発泡スチロールや食器、ハンガーなどのプラスチック製品です。黄色の有料指定袋は使用せず、45リットルまでの透明・半透明の袋に入れて、可燃ごみ・不燃ごみのステーションに出します。週1回、新たにプラ資源の日が設定されます。なお、ペットボトルは今まで通り資源化物ステーションなどでの回収が継続されます。プラスチックの分別回収について都市環境委員会ではどのような議論があったのでしょうか。市民の皆さんや町内会への周知への対応、プラ資源回収後の資源化の流れ、プラ資源がゴミステーションに不適切に出された場合の対応などについて議論を当局と重ねました。委員長はどのようにお考えですか。はい、環境問題は待ったなしの状況でございます。身近なことから環境問題に関心を持っていただきたいと思います。岡山市では2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す取り組みを進めています。プラスチックを分別回収し再資源化することで二酸化炭素の排出抑制を図っていきます。
目標実現のためには市民の皆様のご理解ご協力が絶対必要でございます。どうかよろしくお願いいたします。私たち市民も環境問題を自分ごととして考えることが必要ですね。よろしくお願いいたします。ここが知りたい。今回のテーマは大都市制度です。岡山市にも深く関わる制度なんだそうです。教えていただいたのは大都市制度広域行政調査特別委員会の赤木和夫委員長。大都市制度というのはあまり聞き慣れない方も多いと思うんですけれども、どういったものがあるんでしょうか。政令指定都市という言葉は聞き覚えがあるのではないでしょうか、はい、これも大都市制度の一つで、岡山市のほか横浜市、名古屋市、大阪市など人口が多い20都市が該当します。行政を効率化するため、児童福祉や障害者福祉、国道や県道の管理などの事務を道府県に代わって行うことができます。その一方で業務に見合った税財源が少ない、道府県との二重行政が存在するなど様々な課題があります。そのために国に対して改善するよう要望しております。委員会では具体的にはどのような点について議論がなされているんでしょうか。政令指定都市が合同で行う全体的な話になりますが、感染症や物価高騰への対応、子ども子育て支援の充実などさまざまな問題についての要望をまとめた資料本について議論しております。また税財政についての要望をまとめた青本についても議論しています。岡山市議会としても独自に子ども医療費助成制度などについて要望していますが、他にもさまざまなメリットがある特別自治市という大都市制度の早期実現についても要望しております。制度の仕組みについても要望されているんですね。委員長は今後についてどのようにお考えですか。一般の市と比較して指定都市の役割はとても大きいものです。市民に適切なサービスを提供し、持続可能な地域社会を実現していくためには大都市制度の仕組みを変えていくことが必要であり、そのためにどのような方法で国に対して働きかけを行うかが重要です。今後も丁寧に議論を重ねていきたいと思っております。市民により良いサービスが提供できる仕組みになるといいですね。はい。知りたいテーマがもう一つ。現在岡山市と岡山県が協議をしている都市公園建設事業費の費用負担についてです。教えていただいたのは自治体間調整問題調査特別委員会の三木良二委員長。岡山県総合グラウンドの建設などの費用負担について、岡山市と岡山県ではどのような協議をしているんでしょうか。そうですね、この岡山県の総合グラウンドというものはですね、これは岡山県が整備して、管理している都市公園になります。岡山県には都市公園を整備する際にですね、県がその公園の所在地である市町村に対して負担金を徴収するという条例があります。この条例に基づいてですね、岡山市の費用負担率は地方負担の 50% とされているわけであります。令和元年度以降ですね、事業の内容や規模にかかわらず、条例や内規などでですね、負担率を一律に定めて請求しているのは実は岡山県を含めて全国で6県だけなんですね。まして、その負担率は岡山県が突出して高く、我々としてはですね、その負担率をやはり在り方をですね、見直すべきであると、
こういうような考えを持っておりまして、今岡山県とですね、それを折衝していこうというところでございます。委員会ではどのような議論があったのでしょうか。他の都道府県とですね、同率に近いですね、適正なその負担率というものをですね、考えるべきであるというふうに思っております。まあ、岡山県は岡山市とのですね、事前協議の仕組みを設けて負担率をまあ、その度にですね、決定していくと、こういうことが重要だと思っています。委員長はどのようにお考えですか。そうですね、私としても、まあ、その委員会の考え方とほぼ一致しているわけでありますけども、まあ、この岡山県と岡山市、そしてまた倉敷市、この、まあ、3社がですね、協力して力を合わせてこそですね、この今のこの地方行政の危機的な情勢をですね、打ち破ることができると、そういうふうに実は考えておりまして、そのためにはですね、まずこういったその負担金条例というものをですね、やはり見直していくと、そしてですね、やはり県と市が、特に県知事とですね、市長がですね、手に手を取って話し合っていくと、こういう状況を作り出していくことが今最も重要な課題だと、そのように思っております。今年1月15日臨時市議会が開かれました。一言ご挨拶を申し上げます。令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられました方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。市議会としても全議員から義援金を募り、また街頭での募金活動を実施したところであり、引き続き必要な支援を行ってまいります。東條さん、今回の取材をしてみていかがでしたか。はい、11月定例会では物価高騰や地域の公共交通に関する問題などさまざまなことが議論されていました。2024年も市民が安心して暮らしていけるよう活発な議論を期待しています。次回の定例会の開催予定はご覧の通り、広報誌やホームページもご覧ください。はい、今回も、ご視聴ありがとうございます。今年も一生懸命頑張って岡山市議会、市民のために全員一丸となって頑張ってまいりますので、どうぞ今後とも岡山市議会にご期待ください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。